ディズニーパーク、東京ディズニーリゾート、東京ディズニーリゾートは、千葉県浦安市舞浜にある、日本最大のテーマパーク群。主に二つのディズニーパークにより構成され、2013年以降、両パーク合わせた年間入場者数は、約3000万人を超えており、世界でも有数の集客力を誇る。ディズニーブランド施設については、京成グループのオリエンタルランドが、 ウォルト・ディズニー・カンパニーとのライセンス契約のもと運営している。東京ディズニー・リゾートは2つのディズニー・パークとディズニー関連ホテルを各にショッピング施設などから構成される。経営、管理、運営はオフィシャルホテルを除き株式会社オリエンタルランド及び同社の関連会社で構成されるアルックグループが行っている。 世界のディズニーリゾートでは唯一ライセンス契約による運営であり、運営会社にディズニーの資本が全く入っていないのは東京ディズニーリゾートのみである。なおディズニー関連の著作権や商標権ビジネスはウォルトディズニージャパンが担当しており、オリエンタルランドは東京ディズニーリゾートの運営のみ担当している。従業員のことをキャスト、利用客のことを ゲストと呼称するなど、ディズニーのテーマリゾートの手法に習った展開をしている。なお、キャストのほとんどが非正規雇用の職員である。広報1。ウォルトディズニーカンパニーは来場者の長期滞在を図る、目的として、ディズニーパーク単体の運営から、ディズニーによる特定のコンセプトに沿った複数のディズニーパークとホテル、などからなる、長期滞在型のテーマリゾートへの展開を進めている。 1971年にオープンしたウォルトディズニーワールドは当初からディズニーパークとホテルの複合体であり、その後の同様の複合施設、ユーロディズニーリゾートなどの展開の基礎になった。その後、パーク単体だったディズニーランドと東京ディズニーランドもそれぞれ第二パークとホテルを増設し、名称もそれぞれディズニーランドリゾート、東京ディズニーリゾートとなり、 さらにディズニーパークとホテルを同時に開業した香港ディズニーランドリゾート及び上海ディズニーリゾートが完成して現在に至る。上記のように現在世界6カ所のディズニーパークすべてがそれを核にテーマリゾート化されている。東京ディズニーリゾートの地図東京ディズニーリゾートの空撮東京ディズニーリゾートは以下の施設から構成される。詳細はディズニーパークを 参照詳細はディズニーホテルを参照詳細は東京ディズニーリゾートオフィシャルホテルを参照詳細は東京ディズニーリゾートの駐車場の一覧を参照1983年4月15日アメリカ国外では初となるディズニーパーク東京ディズニーランドが開園した1970年代に立て続きに発生したオイルショックの後の 緩やかな経済成長時にオープンした、このパークは、余暇をいかに楽しむかを考える余裕が出てきた、日本人の心をつかみ、初年度は1036万人もの入園者を数えた。その後、科学万博つくば85の開催や、バブル景気に影響されて、全国各地に建設されたスキー場やゴルフ場、遊園地の中でも強い独自色を発揮し、着実に入園者数を増やしていった。 1986年1月、ウォルト・ディズニー・カンパニーは TDL を経営、運営するアルックに対し、舞浜地区全体の開発を目指した東京ディズニーワールド構想を提案してきた。アルックは、社内での検討の末、1988年4月15日に開かれた TDL 開園5周年の記者会見の席上で、 会長の高橋雅智が第2パーク構想について発表する。当時ディズニーではディズニーパークとホテルなどの複合体をリゾートとは呼んでおらず唯一複合体を成していたのはフロリダのウォルトディズニーワールドだけであった。その後、いくつものディズニー側からの提案の歩く側での検証や歩く社内の意見の相違などを経て TDL に次ぐ。 第2のディズニーパークである東京ディズニーシーをはじめとして、イクスピアリ、ボンボヤージュなど、現在の TDR を形作る施設の全体像が決まってきた。そんな中、ウォルトディズニーアトラクションジャパン社長のジムコーラとアルックとの間で、やり取りされた書簡の文中に、東京ディズニーリゾートという名称が初めて出てきた。当初、アルックは、舞浜地区全体を、 マイハマリゾートと呼び、そのエリアの中にディズニー関連施設とその他の施設が共存するイメージを持っており、自社の敷地すべてにディズニーのブランドを被せられることに難色を示した。その後、アルック独自の施設をリゾートに含む全体計画についてはディズニーと合意できたものの、リゾート全体を表す名称についてディズニーアルックで意見の相違が残った。 このリゾート全体にディズニーの名称を使えるというアメリカ側の提案についてアルック側は自社リゾートの名称に対してディズニーによる一方的な命名であると公式に不快感を示したが最終的にはディズニー側からの東京ディズニーリゾートの名称仕様の正式な提案を受け入れこれがそのまま正式な名称となった東京ディズニーリゾートの敷地外にある 近隣ホテルにも公認ホテルとして提携を行っているものがあり、宿泊客向けの各種特典が存在する。詳細は東京ディズニーリゾートパートナーホテルを参照東京ディズニーリゾート近郊の新浦安駅地区にある4つのホテルで構成されており、ディズニーホテル、東京ディズニーリゾートオフィシャルホテルに次ぐ内容の宿泊客特典を備えている。詳細は、 東京ディズニーリゾートグッドネイバーホテルを参照東京ディズニーリゾートへの無料送迎バスグッドネイバーホテルシャトルで結ばれておりパークのチケット付き宿泊パッケージやホテル内で東京ディズニーリゾートの最新情報が取得できるなどの特典がある東京ディズニーリゾートの各ディズニーパークへの入園にはパスポートと称する入園と回数無制限の施設利用がセットになったチケットが 必要である。なお2001年3月31日以前は入園券と施設利用券が別立ての制度もあったが2001年4月1日以降はパスポートに統一されそれ以外の入場方法は存在しないパスポート園内への入園と施設内のアトラクションすべてが回数制限なく利用できるチケット連続使用可能な日数や対象者特典な ディズニー E チケットインターネット上から東京ディズニーリゾートオフィシャルウェブサイトを通じて購入申し込みと代金を事前に決済を行い表示されたチケット画面を各自で印刷した紙をパークチケットとしてそのまま利用できるスマートフォンから購入する場合は印刷はせず画面に表示された二次元コードをそのまま利用できる入園券入園のみができるチケット ショーパレードの観覧と物販施設が利用できた。アトラクションの利用にはアトラクション券が必要であった。アトラクション券入園券で入園した上でアトラクションを利用する際に必要となるチケット。アトラクションの種類に応じて A 券から E 券までの価格の異なるいずれかの券が必要であった。E チケットを参照2011年3月11日に 東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所での事故が発生した後東京ディズニーリゾートでは以下のように対応を行った一方オリエンタルランドはこれを公式に発表したものではなく現時点で決定したことはないと否定候補13実際の再開については5日前の午後8時までに公表するとしている リゾート内各施設は3月12日から営業を休止し、3月末から順次営業を再開した。前浜周辺を含む浦安市南部一帯が埋め立て地で液状化現象により駐車場など立地に被害が出ていたことやインフラの損壊、また首都圏の交通網の混乱などが当初の問題であったが、それらが回復に向かった後も東京電力の電力供給力の長期的な 喪失とそれに伴い実施された計画停電によって再開が困難な状況が継続した。電力不足は下記に一層深刻化する課題であり、またインフラの復旧に1ヶ月余りを要した地元への配慮や震災後の自粛ムードなどもあり、主要施設で春休みシーズンを挟んで1ヶ月以上休業する結果となった。東京ディズニーリゾート 東京ディズニーランド2011年4月15日、東京ディズニーランド開園28周年の日に、パーク運営再開することが決定された。東京ディズニーシー2011年4月28日より、パーク運営再開することが発表された。東京ディズニーリゾートディズニーパークディズニーホテルその他のホテル施設。ありがとうございます。